JR 花輪線大滝温泉で可愛いを探せというミッションに挑んだ今回、千歳ホテルで可愛い可愛いしのちゃん、秋田犬のりんちゃんにお会いしたのですが、より多くの可愛いを探すべく情報をいただいた足湯へ向かってみたいと思います。結構立派な、これガチなやつじゃん。大滝温泉は1200年以上続く湯と言われ、一説では807年、太平山の秋田焼け山が噴火した際に湧き出したと伝わっています。昭和30年40年代は宴会や宿泊客でにぎわい、旅館やホテルも20軒以上軒を連ねましたが、時代の変化とともに温泉街は活気を失っていきました。にぎわいを取り戻すきっかけにと、地元住民が県の補助金や募金活動などにより誰もが利用できる湯として、大滝温泉に残る鶴にちなんだ伝説から天然温泉鶴井の足湯を2009年に完成させました。ではちょっと皆さん失礼して、すいませんね、お邪魔させていただきます。よいしょ、いいですか。あったけー、ちょうどいいこのお湯の温度。あそこ出てんだ。はあ、これは気持ちいい。いやー、めちゃくちゃ最高。これどうでしょうね、ここで待ってたら誰か来ねえかなっていう話もあるんですよね。残念ながら可愛いの情報は得られず、向かったのはこの地区にある秋田県北部老人福祉総合エリア。 AKT 秋田テレビですけれども、ありがとうございます。ちょっとカメラ入ってお話をお伺いしてもよろしいですか。ありがとうございます。北部シルバーエリアコミュニティセンターは、地域の人々の触れ合いの場としてどなたでもご利用いただける施設です。雨の日でも思いっきり遊べる人工芝の運動広場、歴史ある名湯大滝温泉やゆったりくつろげる大広間、家族や各種団体のスポーツ合宿などで泊まれる宿泊室などなど、幅広い利用が可能な施設です。木工教室では材料となる木材さえ持っていけば、自分の作りたい木工品を現役の大工さんが一緒に作ってくれますよ。可愛い情報があれば、はい、なんかありそうな匂いがします。わかりました、はい、それでは早速可愛いご案内いたします。こちらのキャラクター、あこれ、はい、ピンク色のこちらのキャラクター、ようこそってある、はい、これは何ですか。これは北部シルバーエリアと、あと秋田市と横手市にも中央シルバーエリア、うん、南部シルバーエリアと他にも2つのシルバーエリアあるんですけども、はいはい、共通のキャラクターということで、こちらユニちゃんと言います。ユニちゃん、ユニちゃん、はい、名前の由来はユニバーサル、広くということから、大きい耳で皆さんの声を聞く、うん、アンテナでその情報を広く発信するという由来から来ています。なるほど。ゆにちゃん知ってる？ゆにちゃん好き？地元の方でいらっしゃいますか？はい、ああ、もうこういうところからだと思うね。助かりますね。一日入れますよね。はい、あら、また何だろうこれは。こちらゆにちゃんのグッズですね。クリアファイルとボールペンが。あら、はい、本当だ、ボールペンもある。いやいや、ユニちゃんも可愛いんですけどね、もう一声なんかこうね、はい、可愛いのがあれば嬉しいなっていう。わ、はい、かりました、はい、ちょっとうちのものがあるので。あら、はい、もったいぶるんだから、はい、かりました、もったいぶってるんだから、はい、行きましょう。ではご案内いたします。ぜひ。そしてもう一つ、キッズ大喜びの遊び場が。
小学校3年生までのお子様がこちらで遊んでいただけるということなんですけども、はい、クライミングウォールですね、はい、無料でクライミングウォールができるのはおそらくここ近くだとここだけになるんじゃないかなと。そうなんですか。はい、思います。わ、結構すごいじゃないですか、はい、めちゃめちゃ上手な感じでみんな遊んでるし。はい、そうですね、皆さんとても上手です。奥にも何かありますね。はい、奥の方にもブロックであったり、はい、あとクマの大きなぬいぐるみ、2メートルぐらいの大きいぬいぐるみ置いてあるので。そんな大きいのあります。はい。屋内で遊べる公園がモチーフになっています。へえ、これこういう遊び所があるとあれですよね、はい、親御さん助かりますよね。そうですね。なので、おじいさんおばあさんと、はい、あとお父さんお母さん、はい、3世代で遊べるところということで、はい、こちらのスペース提供しております。大滝温泉から可愛いを探せ、ここ北部シルバーエリアで見てください。元気いっぱい可愛いキッズの皆に出会いました。みんな行くで、ミッションコンビニー。